お、チェックチェック。チェックチェック。マイクチェック、マイクチェック。ちょっとインストを。ちょっと待ってくださいね。さあ、間もなくまたゲストの方がね。あ、いいですね。あ、いい感じですね。はい。じゃあ、ちょっと画面戻します。はい、戻ってまいりました。WGBR。まあね。あれ、ごめんなさい。これでどうでしょう。いえいえいよ。あ、すげえでかくなりました。あ、こんな感じで大丈夫大丈夫ですか？ですね。はい。すいません、失礼しました。お願いしはます。い、まあ、というわけで、はい。まあ、今日ね、はい。改めて説明させていただきますと、はい。この WGBR、ジブラはい。TV、はなんい。でやっているかと申しますと、申しますと。はい。11月20日、うん。来週の水曜日に迫りました。はい。いよいよね、発売となります。ジブラザ・ダディのニューアルバム、8枚目のアルバム、はい。25 to Life のね、はい。これ発売記念。ユーストリームというわけで、はい、そういうことですね。これやってるわけなんですけども、やっております。これご自身で企画されたという、うん、この無謀な、そうですね、チャレンジング企画ですけども、はい、20日までね、はい、11月20日までまだあと何日もありますけどね、はい、まだ10日間ぐらいね、はい、連続でやっちまおうみたいなマラソン企画みたいなやつですよね、はい、完全マラソン企画ですよね、はい、まあ、もちろんねその間もお仕事行かれたりもするんですけど、ね、そうですよ。昨日は間抜けてね F 横の、はい、上野のと幼稚の番組にね、はいはい、出たりとかしたりしてますよ、はい、もちろんやってますね、はい、面白いですね。うん、まあそれでですね、はいはい、まあそのアルバムが、まあ、来週出て、もう今ねこの画面の下の方で、うん、iTunes とか Amazon とかで予約できますの で、うん、できますので、そして先行シングルのね、はい、なってるヤングソルジャーも短曲でも買えますので、間違いないです。もう買えるようになってます、はい、ぜひとも先にねチェック、はい、先にチェックしていただきたいんですけども、で、あれですね、はい、予約をしてさ、そうだそうだ、した場合ってさ、ほらボタンのクリックするとこは変わるはずだよね、多分ね。あ、なんかそうですね、予約済みみたいな、購入済みみたいな、ね、はいはいはい、それをこう写メ撮って、はい、送ると的なキャンペーンを考えておりますので、これとりあえず WGBR のみのキャンペーンなんで、はい、常にずっとチェックをしていてくれれば、それを告知します。そうすると、スペシャル、はい、曲がもらえちゃうみたいな。なるほど。で、それはちょっとゲリラ的にこれからまたね、はい、発表していきますけども、そのプレゼントの方は、はい、今ですね、早速つぶえてくれた落ちこぼれのマイペースさん、はい、予約済みですと。お、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます。予約なんかボタン変わってる？どうか大丈夫？それなんか iTunes か Amazon かね、そうですね、タワーレコードか分かんないですけども、うん、いや、ボタンよ変わんないっすねとかなった場合はいきなりこの企画ポシャるんでちょっと後で検証してみましょう、はい、こちらもね、ぜひよろしくお願いします。まあ、この WGBR 発売日までのどこかでね、はい、まあ、何個かしつこくやると思いますけども、うん、ちょっとこれを見ながらの人には特別に予約特典をプレゼントしようじゃないかという企画をね、はい、考えているというわけで、考えておりますので、はい、よろしくお願いします。で、そのアルバムが出ます、うん、11月20日の20日にね、なんと2日後、はい、2日後、これがこの横にさっきからずっと俺がこう、はい、出してます。なんかちょっと難しいな、角度が難しいな、角度、ああ、この、あ、それ反対ですね。ここじゃ反対ですか？あ、反対です、あ、そっちですね、こういう感じです。ちょっと、うん、まあまあいいあれですけど、はい、まあわかんないですけどね、はい、はい、この新しいアーシャとともに、はい、とともに映っている、これ22日フィーバー、はい、まあアゲハ金曜日といえばヒップホップね、はい、ガンガンアリーナでやるフィーバーなんですけども、はい、で、リリースライブをやろうかなと思っております、はい、すごいですね、アルバムの発売わずか2日後にリリースパーティーっていうのもなかなかね。そうだね、はい、今までね俺結構リリースライブみたいなのあんまやったことなくて。あ、そうなんですか。いわゆるパーティー、俺が歌わないはいはいはいパーティーみたいなよくやってたんだけど、今回リリースライブをやろうかってことになって、うん、結構もうほんと30分ぐらい、もうほんと新曲のみで全部いこうかなと。ついこの間はね、昔の13年前の、はい、アルバムをね、能曲だけをやるっていうのをやって、今度は新曲だけをやるっていう、はい、そういうことですね。すごいですね。相変わらずその振り幅がもうポイントですセールスポイントなんです、すいません大体ね、はい、さっきの落ちこぼれのマイペースさんはツタヤさんで予約したってことですね。あ、まあでもいいんですよ、本当にどこでもいいんですよ。そうですね、何かね、またその予約された方の、まあ、なんか証拠をうまく集めるのを考えられたら、その企画をねちょっと始めようかなというそういうことです。はい、はい、でまあ、そんな予約した方は、はい、もう20日もう19ですか、転着日っていうのは、うんうん、フラゲってやつですね。フラゲしていただければ。最近マイロさんが、はい、よやげっていうよやげよやげっていう言葉を作ってて FOH の
フラゲ、ヨヤゲよろしくって言ってて、うん、新しいと思って。あんぱないね、はい、ヨヤゲしてくださいみんな、うん、すごくまんまなんだけどすげえ言いづらいっていう。そうっすね、ヨヤゲなんかちょっとやらしい感じもしますよね、卑猥だね。そうですね、うん、まあでもシャープヨヤゲで、はい、ちょっとヨニゲっぽい感じもしますけどね。いいですね、はい、すみません。はい、まあそのもう予約してね、はい、もう19日もうね、そこ聞いてもらって、このアルバムをバー聞いてもらって、うんうん、そのもう3日後、うん、選択日からは3日後、はい、発売日から2日後、はい、新木場アゲハの方でこのリリースライブありますので、はい、こちらですね、まあもう、フィーチャリングのゲストもすごいということで、そうですね、トックさん、はい、最近一緒にやってるジャズアーティストの、はい、ブルーノートなんかでね、はい、一緒にライブをやらせてもらってる、はい、トックも今回一緒に、アルバムに参加してるんで、はい、彼も出ますし、はい、それから今ちょっと前にかかった、イシュワン、はい、と一緒にやってる曲もイシュワンがフィーチャリングで出てくれるのでやるのと、あとこの前のねライブアニマルリワインドでも最後、アンコールでやったんですけど、ワイズとコーを迎えてのヘイズアットブーティーも当日やれるし、いいですね、それからあれですね、テキーラの曲、あテキーラの、はい、テキーラモンスター、はい、略してテキモン、はい、テキモンの曲の、はい、参加してる、はい、ウジと、はい、ゴルゴ改めジーマン、はいはいはい、ジーマンも、はい、当日来るので、結構みんなこうなんていうのかな、そういう意味ではゲストを盛りだくさんで、はい、楽しく行くんで、はい、ちなみにテキーラ飲むの得意な人は前の方に来てください。おー、なるほど、そういうプレゼントもあるんじゃないかと、はい、テキーラおじさん、元祖テキーラおじさんから、元祖テキーラおじさんから、はい、何かあるんじゃないかな。なるほど、がっつり盛り上がるためにね、はいはい、楽しんでいただけたらなと思っております。ではですね、ちょっとカメラを横にスイッチしてみましょうか、はい、よいしょ、なんとほら今日の、はい、キャー、かわいい、こう言ってかわいい、うん、もっとそっちに照明当てたい。ごめんなさい、照明ね落としてました、うん、あそうなんですよ、はい、すいません、はいはい、じゃあちょっとこちらの方にお願いします、はい、じゃあはい、本日3人目のゲストをご紹介しましょう。はい、ゲスト R&B シンガーのマリンちゃん。マリンちゃんです。イエイ、もうちょっとこっちの方にグイッと、はい、入ってください。イエーイ、はーい、皆さんマリンちゃんのマイクの調子とか大丈夫でしょうか。あまだ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 大丈夫です。はい、うん、というわけでですね、はい、まあ、マリンちゃんをお迎え したわけなんですけども、はい、この WGBR、うん、先ほどもちょっと言いましたけども、これ始めてからですね、はい、なんと一番かかっている曲が、うん、マリンちゃんの曲ということで。そうなんですよ、結構ね基本的にはローテーションのね、クラス位を3個ぐらいに分けて、すごい一番よくかかるタイプのかかるのと、その次とその次ぐらいに分けて、シャッフルしたり、基本はシャッ寝てる間なんかはシャッフルでかかってて、であとこうやって俺が普段こう見てその場でやるときは自分で曲順とかなんとなく選びながらやるんだけども、今日ね昼間ふっと気がついたときに誰が一番多いのかなと思ってパッて見たら、マリンちゃんの曲が1曲だけ8回かかってて、おーみたいになったんですよね。いえ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 、とにかくですね、実はこれ、うん、まあ、毎年ねお正月にやってるこの WGBR なんですけども、うん、毎回こうなんていうんですかね、ちょっと一応その番組の中でニュースターっていうか、はい、なんかこう現れるような感じがしていて、うん、そうですね、今回は確実にマリンちゃんなんじゃないかなと、うん、私たち思っておりますので、はい、感じがしております。これからも引き続きずっとパワープレイしていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、ちょっとですね、まだマリンちゃんのことをご存じないという方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんので、はい、私天の声柳竹の方からですね、はい、マリンちゃんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきたいと思います。ぜひぜひやっちゃってください、はい、まずマリンプロフィール、はい、東京都出身、はい、幼少からモダンバレー、高校時代からヒップホップダンスを学ぶ、ダンス、はい、ダンスを、ね、踊れるシンガーってことですね、はい、2003年に R&B ユニットサウンドグローを結成し、2007年ミニアルバム Way to Grow をリリース、2010年にユニットを解散後ソロ活動スタート、2010年からソロ活動、はい、一聴してわかる個性的な歌声を武器に東京のアンダーグラウンドのヒップホップシーンとリンクして現場かっこクラブですねを中心に活動し、ニップス率いるザ・セクソシストの殺しのナンバーやメガ、あ、これちょっと後にしましょうか、まあ、数々の有名な実はねヒップホップの曲に参加して、はい、話題を実はね集め、密かに集めてる、なんかケンたちが帰っちゃうみたいぞ、
はい、あ一瞬向こうにじゃあみんなバイバイカメラ一瞬カメラ映しましょうか。ちょっとはい、お疲れ様、ありがとうね、まだね、ありがとうございました、はい、ということでまんじゅうは見切れるだけということで、はい、はい、すいません。でまあちょっとマリちゃんの続きなんですけども、はい、まあ、同世代だけでなく注目すべき若手アーティストやシーンを、うわ読めない、うん、シーンを引っ張るメジャーアーティストの作品まで、うん、フィーチャーリング、アディショナルボーカル、コーラスなどで幅広く参加。また道端ジェシカが参加したナイキのグローバルキャンペーン Make Yourself にも楽曲を提供するなど、うん、シーン内外で高い注目を集める、うん、2013年待望のソロアルバムをリリース予定、というか来週出るジブラザダディと同じ発売日、イエーイ、イエーイ、まあ、というわけで、まあ、今ちょっとねざっと説明、まあ、させていただいちゃったんですが、はい、実は、うん、マリンちゃんと、うん、ジブラ君は、はい、もうすでに、はい、お仕事を共演済みなんですよ、はい、実は、はい、ですね、結構皆さんも、俺の最近やった曲の中ではもしかすると最も耳なじみの高いかもしれないと思われる、うん、デックスピストルズをね、フューチャリングでファイヤーって曲をやらせていただいたんですが、これね、大丈夫、うん、もしかすると声が聞こえないっていうのはね、マリンのマイク、ちょっとチェックしよう、ちょっとチェックしよう、もう入ってるの？入ってますか？聞こえてますか？あ、また、もうちょっと上げますか？私の声が小さいのかもしれない、はい、ちょっと上げました、はい、はいはい、まあまあゆっくり行きましょう、すいません。でも多分入ってます、大丈夫です、はい、はい、もうちょっと行っちゃう、聞こえますか、あ完全に入ってます、ね、マリンです、はい大丈夫です、いえ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 、はい、はいはい、それでね、その時に、うん、まあ曲をやってる中で、あここちょっとやっぱ女の子の声すごい欲しいなって なりまして、でその当時ねたまたまねちょっとうちのマネージャーを介してご縁がありまして、で、参加してもらおうかなっていうことで、うん、実はあそこに入ってるプッチュフェイスみたいなあの声はマリンちゃんですね、うん、はい、なんと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 最初そのオファーが来た時っていうか、はい、はどんな感じでしたか？いやもう、もう本当に緊張しすぎてもうここ来るまでの道覚えてないぐらい緊張しておりましたいやでも本当に光栄だなと思って、うん、はい、嬉しかったです。でももう3年前ぐらい、2年前ぐらい、どれ3年とか経ちますかね、あ2年3年前ぐらいだよ ね、 多分ね、そうですね、うん、実際あれですか、その時初めて会って、うん、レコーディングも一緒に、会ったのはあの時初めてだったじゃないかもしれない、ご挨拶はしてたね、はい、どっかで、はい、なるほど、そうですか。まあそんなマリンちゃんなんですけども、はい、ちょっとですね今私曲の準備をしてるんですが、はい、まあ、とにかくですね今本当に話題なんですよ、話題ですね、ちょっとですね、あ先にちょっとさっくりトレーラーがあったんで、うん、ちょっとそれを流してみてもいいですか、はい、アルバムのちょっとこの小出し感ちょっと一個やってみてもいいですか、うん、マリンちゃんそのとりあえずアルバムがね来週出ますので、はい、ちょっとまずこのちょっとひそかなビデオはねこれから今できるんですよね、そうですね、 TV は撮っててね、はい、はい、まずその前にちょっと発表されたちょっとトレーラーをねまずみんな見てもらったらちょっとわかるかもしれない、ちょっと聞いてください、はい、というわけでまあなんでね僕が先にこれをちょっとね一瞬かけようかなと思ったのはですね、まあ最初の終わらないループはっていう曲が先にかかりましたけども、それはもうね WGBR 聴いてる方は今一番買った曲なんで、もう今すごい話題な一曲なんですけども、その後にちょっとあれ耳なじみある曲聞こえたんじゃないみたいな感じのもあったと思うんですけども、カッツダコヨーテ君の、はい、結構これもストリートヒットっていうか渋谷のハーレムの裏でっていう、ね、ラブホナウっていうですね、まあラブホナウ、まあ、もうまさにそのままのね曲なんですけども、それをなんていうんですかね、これリミックスっていうかビートジャックっていうか、はい、をされたバージョンがマリンちゃんバージョンがあるということなんですけども、はいそうなんですよね、一応リミックス、オフィシャルリミックスっていう感じでやらせていただいたんですけど、アンサーソング的な感じになってます、はい、これはラブホナウに対して、うん、ラブホジャイヤー、yeah. ラブホジャイヤーラブホジャイヤーやっぱその辺もねリアルな女の子のリリックっていうところが今すごいね受けてる感じなんじゃないでしょうか、あと ね、まあ、先に来週ね発売される EP の中からですね、この先行して
ポンとこの EP が出てるんですけど、このビジュアルもね、これもちょっと最初ジャケットびっくりしたんだけど、ちょっとなんていうの、僕ねご本人お会いしたこんな可愛らしい感じなのに、ちょっとこの強めなビジュアルで、うん、でもこれかっこいいね、目出し帽、はい、言っちゃいました、ね、目出し帽、はい、これはどういうコンセプトのジャケットだったんですか。いや結構ちょっと黒っぽい、強っぽい、強いっぽい、うん、ジャケにしようっていうざっくりなところから、うん、ちょっとまだ誰もやってないだろうっていう女子の目出し帽を、うん、ちょっとどうしてもやりたくて周りの静止を振り切ってやらせていただいた感じですね、うん、周りがちょっと反対されたの。いやちょっと怖いんじゃないとか、撮った時は怖いよとか言われてたんですけど、うん、でも女子からすごく評価が高くて、うん、いやいいんじゃないですか、ありがとうございます。すごくこれは何シャネルのこういうのがあるの。これはビニーチェイスっていうラッパーのマーチャンダイズのチアーズっていう、はい、なんかチアーズクラブっていう、はい、ブランドのやつなんですけど、うん、これはでもちょっとなんかシャネルをまんま出しちゃったら問題なので、うん、ちょっとぶった切ってみました。あ、なるほどね、はい、いやでも 今出てきてるこのワードが一個一個ね、例えば、まあ、ビートジャケットとかオフィシャルリミックスとか、はい、こういうなんていうか、ビニーチェイスとかもうね、どんだけ彼女がねヒップホップの人なんだっていうのがね、うん、これ実は見てる人にも分かるんじゃないかなと思うわけなんですけども、はい、でもね蓋を開けたらこんなにすごい可愛らしい、もうこれ完全なニュースター現るですよこれ。間違いないですよ、はい、恐縮でございます、はい、というわけでですね、まあ、先ほどからちょっと話題になっている、はい、終わらないループという曲があるんですけども、はい、こちらがなんと先行配信したところ iTunes の R&B チャートで1位、これとラブホージャイヤか、そうですね、ラブホージャイヤが1位を、はい、すごい、もうそんだけ今注目されてるってことですね。素晴らしい、本当皆さんのおかげで素晴らしい。ちょっと今来てる感あるんじゃないですか。私今来てる、来てる和感来ちゃった。いやいやいや、来たらいいなと、はい、思ってます。よろしくお願いします、はい、皆さん。もしでもね、うん、本当にまだちょっとチェックしてない人がいたら、まだいるね。そうですね、これ聞いてる人はもうチェックしてると思うけど、まだひょっとしたらというところで、じゃあその話題の終わらないループね、超名曲ですよもう、うん、これをね、WGBR のナンバーワンパワープレイソングをちょっとかけてみようじゃないかと、はい、というところで、じゃあちょっと曲紹介の方お願いします。はい、じゃあ私の、アルバムの曲、アルバムの一番最後の曲になります。マリンフューチャリングマリア、シミラボのマリアで終わらないループ、アイスクリームラブ。はい、というわけで戻ってまいりました、はい、WGBR ゲストマリンちゃんのところですけども、お久々にまんまちゃんが、はい、はい、まんまちゃんっていう感じになっちゃいますね。これから DJ の時にオンドワンエンツーまんまみたいな感じで紹介することになるんですけど、はい、はい、じゃあこちらにカメラですね。はい、じゃちょっと戻しまして、はい、まあ、早速今聞いていただきました、はい、マリンちゃんの終わらないループ、アイスクリームラブ、うん、はい、アイスクリームラブってのはどういう意味なんですか。これはアイスクリームが溶けてドロドロになっちゃってるような恋愛なんだけど、美味しくてやめらんないみたいな意味が込められています。わお、わお、わお、いいですね、はい、なんかやっぱりこう節々にこう見せる色気っていうか、うん、いやいや、ね、そうですね、はい、ちょっと、はい、初の女性ゲストですから、あ、そうですね、ちょっと我々もテンション上がり気味で、うん、どうしていいか分かんなくて困っちゃってますね、はい、困んないでください、はい、はい、というわけで先ほどもちょっと話も出ましたけども、うん、まあ、ジブラ君とね、デックスピストルズのファイヤーという曲で、うん、マリちゃん、コーラスで参加しているということなんですけども、はい、まあ、先ほどからかなりのヒップホップワードがバンバン出るマリンちゃんですが、はい、他にはどんな、ね、アーティストの曲に参加してたんですか今までは。はい、今年は、アルレテッドの龍蔵くんだったりとか、うん、あとカッツダコヨーテくん、はい、あとアイスダイナスティのローティーのアルバムとかも入ってますね、うん、まあ、あとそうですね、先ほどちょっとご紹介あったようにセクソシストの、うん、ね、曲だったりとか、うん、結構本当にラッパー の、うん、フューチャリングを多くたくさんやらせていただいて、もともとそういう風になってった、はい、あれはきっかけは、でも一番最初多分アイスダイナスティとすごい、昔からもうすごく仲良かったので10年ぐらいの付き合いなんですけど、それでアイスダイナスティの客演じゃないな、それもコーラスとかで最初呼んでもらって、うん、はい、まあ、だからフットガールって感じですな完全に、いやいやいや、うん、いいね、はい、あとですね、まあ、もうそれでね、もうこれ今見てる人はもうマリン間違いねえなっていうのにもね気がついてると思いますが、うん、でもなんともう今日こっちの、ね、スタジオに入ってきた時から、はい、まあなんとキュートな衣装をお召しになられてるということで、はい、ちょっとねあっちのカメラに映るように、うん、
ちょっとあっちに一回、ね、マジですか、ちょっと、ね、ちょっと行ってみてもいい、ちょっと映ってもらってもらって、せっかくだから、うん、そこ、すいませんね、ちょっと、うん、夜中深夜なんでね、平日深夜なんでね、うん、みんな行くよ、はい、あー映ってる、超この下のこの字邪魔みたいになってるやつ、字邪魔っすね、ちょっと字消しますね今、うん、ちょっと待ってください、字の邪魔さ加減が半端じゃない、半端ないっすね、まあでもこうもったいぶる感じもいいんじゃないですか、うん、じゃあいけますよ、字消しますよ、字、あ、でも、あ、いっちゃっていいですか、いいですか、はい、ピーン、ドーン、はい、すごいへそ出し、うん、なん今日、あ、まあこれじゃあちょっとごめんなさい、もう大変なことになってるんで、はい、あ、ちょっとじゃあ一周してもらって、はい、ありがとうございます、何をなんかオーディションに呼び出した監督みたいな、すいません、ほんと失礼しました、ちょっと君そこでぐるっと待ってみたいな、もう大丈夫、席戻っていただいてね、うん、はい、はいはい、今彼女も見てるんでね、後で怒られると思うんですけど、はい、何ですかね、はい、まあ漢字でいくとこうガンダム、あ、ガンダムみたいな、あ、セーラさん的な、あ、そっちか、そっち、そういう感じですかね、なんかでもチア的な、チア的な、あ、これは作ってもらった衣装なんですけど、すこれの今日のこの超可愛い衣装の理由がなんかあるとかないとか、はい、東京ミスキックスさんっていう方が、うん、スタイリストやってくださってるんですけど、うん、それでちょっとオリジナルでいつも衣装を作っていただいて、え、これオリジナルなの、あ、そうです、そうです、リメイクですかね、うん、DIY、うん、あ、なるほど、チョキチョキ、そうなんですよ、やっていただいて、ちょっとこちらのこっちをこんなことするんで、あ、ちょっと待ってくださいね、はい、よいしょ、はい、こう細部にわたって こういうところが、あ、すいません、近い、これはあくまであれですよ、すいません、そう、あのね、その可愛い衣装をチェックするっていうね、衣装がどんだけ細かくできてるかっていうののチェックなんで別に、はい、そんなやらしい気持ちとかじゃないですか、はい、そういうのとは全然違うんですよ、本当にやめてください、ちょっと待ってください、完全に顔がにやけすぎです、すいません、そういうつもりはないですよ、はい、もう、はい、これもういいですか、これ、はい、もう大丈夫です、はい、じゃあこちらに戻します、はい、もう大サービスですよ、大サービスですよ、ありがとうございます、え、でもそれすごいじゃないですか、うん、これ、はい、はい、衣装に、あ、これかっこいい、ね、毎回作っていただいてて、はい、かわいい、はい、マサヨンさんがかわいいっておじさんたちのはしゃぎっぷり、はい、もう本当に ね、まあ、ありがとうございます、おっさんたち収集つかなくなってるって書いてますよ、はい、本当にすいません、すいませんまあそんなでもね、ルックスもかわいいし、うん、洋服もイケてるし、うん、さらにちょっと特技があるということで、うん、さっきプロフィールの時も紹介したんですけども、はい、ダンスの方も結構マリちゃんはやっているということで、はい、ダンスに関しては今まではどんな、はい、うん、ダンスはソロになってからはバックダンサーの、ちょっと仲間がいて、うん、ナイトナースのチエちゃんという方と、うんうんうん、あとクイーンビーの、お二人がいるんですけど、うんうん、まあ、その二人、あ、そうですね、大体私と二人バックダンサーで毎回ステージをやらせてもらっていて、うん、歌いながら踊ったりとかっていうこともちょっとやったりやんなかったり、いやもうそれってなんかあんまりやっぱりそこまでのその本格派タイプって実はいないんですよね、アメリカとかってやっぱすごいじゃないですか、アイドルでもうバッチリ歌ってバッチリ踊ってみたいな、なんかやっぱ歌うまくても踊りまではいかないみたいなのもすごいあるし、なんでちょっと僕ね本当に来月ですか、はい、ビレッジ、まあいろいろねライブあると思いますけど、そうですね、ちょっとマリンちゃんのライブ僕見に行かせていただきたいなと思ってるところでございます、はい、はい、やっぱりあれですね、そのエンターテインメントっていう面では、うん、なんかさ、やっぱラッパーに比べたら絶対歌の方が踊ったりとかはしやすいと思うし、うん、合間がさ、ラップって結構合間がないんだよね、曲の中にずっとなんか言ってるみたいなのがあって、はい、だからまあそういう意味でも取り込みやすいと思うから、ぜひそれをやった方が聴くお客さんも増えるし、はい、うん、いいんじゃないかなと思いますね、ありがとうございます、はい、頑張ります、はい、もうすごいね、本当にマルチな本格派 R&B シンガーがね、うん、わっと彗星のように現れたっていうような印象なんですけども、はい、そんなマリンちゃん、先行の EP もすでに実は iTunes で、ヒットしてる話もしましたが、はい、早速なんですけど、このねジャケット来週ね、そのそれこそジバ君のアルバムと同じ発売日11月20日に、これはソロでは初めてですか、そうです、ファーストになりますね、はい、このちょっとジャケット出しちゃおうかな、ジャケットジャケットドーンキャーさあこれいいですね、このまたジャケット、またほらおっさんたちはしゃぎっぷりって言われちゃいますよまた言われちゃいましたね、はい、はい、
すいませんが、これでもね、すごい綺麗なジャケットで、うん、こういうやっぱファッションもすごいなんかこだわりを感じますけども、はい、どうですか、そのやっぱりその すごい仲いいそのスタイリストさんというか、はい、そういう方がいつも一緒に、そうですね、相談乗っていただいたり、あの作っていただいたりしてるんですけど、やっぱりあのファッションも含め、うん、あのまあ、音楽っていうとちょっと変ですけど、エンターテインメントだと思っているので、うん、なので、まあ、こう資格ないようにと思って、いろんなところにこだわりは持っていきたいなと思ってやってます。うん、いや本当に素晴らしいと思います。ありがとうございます。はい、でですね、今日はなんと、うん、この WGBR ゲスト出演に合わせて、うん、来週発売されるこのバニちゃんのね、はい、デビューアルバム、アンチェインドから、なんとエクスクルーシブの曲を今から聴かせていただけるということで、ちょっとね、今からこれ、今本当にこれ初出しなのかな、そうですね、はい、という感じで、お、やばいっすね。じゃあちょっと1曲ね、マリンちゃんのアルバムからね、1曲聴いてみたいと思うんですけども、曲紹介の方お願いできますか。はい、私のファーストアルバム、アンチェインドから、ナンバーワンセックス。え、ナンバーワン、いきます。さあ、今聴いていただきましたのは、来週ね、11月20日に発売されるマリーちゃんのニューアルバム、はい、デビューアルバム、はい、アンチェインドの中から、なんとナンバーワンセックス。わあ、いやでもね、もうすごい、ある意味なんていうんですか、超正統派 R&B ですねという感じもしつつ、でもここまで、うん、なんていうんですかね、リリックで思い切ったことバンバン言ってく子も今までそんなにいなかったんじゃないかなと。そうだね、あの例えばね、それこそ日本で R&B が一回流行った時っていうのは、多分まあ初めはシュガーソウルだったような気がするんですよ、うん、今すぐ欲しい、はい、そうですね、やっぱあれがああいう風にさ、すごいストレートで、うん、で女の子はこんなこと歌っちゃうのみたいな感じだったけど、うん、やっぱりそういうものだったから R&B って、うん、だからそれで出てったんだけど、やっぱりそのうちだんだん上積みの部分ばっかりが売りやすいから、うん、R&B って言われて、うん、R&B でもなんでもない人がいっぱい出てきてっていう風になって、うん、っていうのが現状だったよね。そうですね、うん、でも本当の意味ではあの R&B というか今のね、うん、ストリートの、うん、そうなんですよね、うん、音楽としてはもう当たり前のことで、うん、日本ばっかそういうのが遅れてるところを、はい、もう当たり前の世界標準こう感覚でバチッとやってくれたって感じ。いやいやいや、そんなに歌いそれたあれじゃないんですけど、でも、うん、本当になんかそのまんまありのまま歌うっていうのが、うん、結構自分のテーマだったりとか、うんうん、まあ、ヒップホップイズムかなって思ってたりとかするので、うんうん、はい、なのでそこはやっぱちょっとブレたくないですね、はいはい、イズム出ちゃいました、イズムきました、はい、じゃあもちろんあの歌詞も全部自分で書いてる、うん、あ、そうですね、はい、おー、なるほど、書いております。あのちょっとね、ツイッターの方も拾っていきたいところなんですが、はい、ミノルさん、マリンちゃんかわいいとかね、あとシャートさん、かっこよさと切なさといやらしすぎないエロさが融合してる、半端ねえ。ありがとうございます。マサヨンさん、程よいエロエロ粘りエロ粘り具合の声いい。であと落ちこぼれのマイペーさん、これは日本の歌姫ですね。ありがとうございます。トックンさんが、なんで R&B で露骨にセックスのこととか歌わないんだろうって思ってたから来たって感じ。まさに本当そうなんですよね。そういうことですよ。でもこれがなんていうのかな、かっこよく歌えちゃうっていうの、うん、っていうのが重要ですよね。そうだね、はい、うん、そうですね、えぐくなりすぎないようにでもなんていうのかな、なんかもうこういう時代なんで、うん、置きに行くよりやっぱそういうね、うん、バンバン攻めていく姿勢の方が今はねかっこいいじゃないかなと思いますけども、なんかそれこそあのさ、リリーちゃん、作家のさ、あ、そうですね、とことなんかいろいろ絡んだ、なんかいろいろまたなんか伸びそうだよね、今度紹介します。ありがとうございます、はい、ぜひ。なるほど、うん、そういうちょっとね、あの女子コネクションもね、いろいろあると思いますけども、さあ、そんなわけで1個ちょっとご紹介したいものがありまして、はい、ちょっとジャケット版と出させていただきます、はい、ボン、こちら、なんと今マリンちゃんの絶賛ね、そのアルバムに向けてプロモーション中なんですけども、この、これは一体どういうものか、ちょっと説明していただけますかね。あ、はい、これ今、いろんなショップさんに置いていただいてるんですけど、ショップ、お店、洋服屋さんとか、はい、洋服屋さんだったりとか、あと渋谷だとタワーレコードの4階だったりとか、うん、いろんなとこ置いていただいてる私 の、 サンプル、アルバムの楽曲数曲入ってたりとか、うん、あとその先ほどお話しした客演の、うんうん、ものだったりとかがこう短くミックスされてるミックス CD ですね。え、これは何、今お店に行ったらタダでもらえちゃう？あ、もらえちゃいます。
すごい。はい、でさらにあのこのミックスしてくれたのが、うん、あのフィメール DJ の DJ リエちゃんが、リエちゃん、はい、ミックスしてくださいました、ね、リエちゃんもまたねお美しいですから。そうなんですよね、はい、すごいタイプで。え、何が？あのリエちゃん顔、はい、顔も、まあ、もちろん中身も そうなんですけど、私すごいタイプなんで、いきなりあのこういきなりカミングアウトから、ね、こう初めのこう一番プロモーションでまずカミングアウトってなかなかすごい新手のタイプ、まさかのそっちもいけるんだみたいな。そっちの方を一気にこう掴むみたいなね。まあ、そうじゃないんですよね。はい、すみません、はい、あのそこはちょっと、まあそう、両方ってことです。両方って、はい、すみません。まあでもね、そういう美女2人が組んでプロモーションもやってるっていうのもね、非常に面白いなと、うん、じゃあ今これまだあるのかな、もうね、なかなか人気なんで。いやでもまだあのお店行っていただければ、はい、あるとこにはあると思いますので、はい、ぜひぜひ。お、それだ、はい、はい、じゃあちょっとチェックさせてください。それはもう売り物じゃなくて。そうですね、これは売り物じゃないですね、はい、もらえますのでぜひ。でこれがでもまあね、物がちょっとどうしてもねゲットなかなかねできないという人は、うん、なんと実はこれサウンドクラウドの方にもアップされてるとか、はい、あ、そうですね、もうこれのさらにショートバージョンが、さらにショートバージョン、はい、なるほど。そうなんです、一応 3バージョンありまして、で一番長いのは30分ぐらいあるミックスなんですけど、あ、そういうことだね、それが完成版っていう感じで、ね、あの特典としてアルバムと一緒についてきますので、うん、買ってもらえれば。なるほど、はい、そういうことか。じゃあ予約ですね、そちらも。予約です、予約よろしく、はい、よろしくお願いします。予約、うん、フラゲよろしくって、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまあね、あのとりあえずでもね、あのまず無料版でも聞いてみたいという人はね、うん、もうサウンドクラウド行くもよし、マンハタレコードやタワーレコード走るのもよし、うん、マリンちゃんのねブログの方かなに置いてあるお店、うん、はい、あの書いてありましたので、そちらの方をチェックしていただければなと、はい、思いますけども、はい、お、早速ですね、中場小田島さんが渋谷マンハッタンでゲットしました、うん、ありがとうございます。はい、いいですね、チェック入れてますね、ありがとうございます、はい、いいですよ。じゃあそんなわけでですね、まあちょっと最後またねアルバムの話に戻したいんですけど、はい、どうですか、すみません、ジブラボットがいきなりカミングアウトからってところを拾うのボットがいきなりそこだけ拾うのやめてほしいんですけど、なぜや、うん、誰なんですかね、ジブラボットは。わかんないんですけどね。わかんないですよ。わかんないですよ、ジブラボット誰がやってんのか俺知らないんですよ。結構いろんな、ね、ラッパーのボットありますけどね。はい。あのね、この前、ジブラボットと KW ボットがね、ボット同士で会話してるのを発見しちゃったんで。見ちゃったそれ。あのね、なんだっけな、なんか片っぽ、アンストッパボーってどっちかが言ったら誰がやったって超えらんねえみたいなことをもう片っぽが言うみたいなのをやってて、何なんですかこの人たちだと思ったんですけど、まあ、はい、楽しいですよ、楽しい、はい、まあね、くしくもお二人同じ発売日ということですけども、はい、そうなんですよ、まあ、これでもどっちももうチェックしないとまずいって感じになってきましたね。そうですね、もう新旧これね、もうあの今もうジェネレーションはもうどんどん広がってますからね、はい、はい、もう全部チェックしていただいて、はい、あの全部買っていただいて、もう11月20日はジブラとマリンの日ということで、うん、そういうことだね、はい、よろしくお願いします。チェックしていただきたいなと思うんですけども、はい、お願いします。マリンちゃん、なんか近々ね、今初めて見た人もだいぶ興味持ったと思うんですけども、マリンちゃんに、はい、なんか近々マリンちゃんの姿が生で見れるような場所とかあったりしますか？ライブが、はい、今月29日に R ラウンジで、はい、であと12月7日に麻布十番ビレッジでリリースパーティーをやらせていただくので、それ行く、それ行く、ぜひ皆さん遊びに来てください。リリースパーティーをビレッジで、はい、麻布十番のやらせていただきます。はい、それが12月の7ですね、7ですね、はい、第1土曜日ですね。そうです、はい、じゃあそれチェックしに行きたいと思います。はい、はい、どうですか、ジブラ君、ちょっと最後にマリンちゃんへ送る、そうですね、デビュー作を、デビュー作出してやっぱねすごいじゃないですか。本当に当時ね、本当に誘った時にも、はい、そろそろなんかやるやらないみたいな感じがちょっとあったじゃない。そうですね、うん、でじゃあいつ頃なのかなと思って楽しみにして待ってたんで、ついに来たタイミングでいきなりこうバシッといい感じに出てるから俺は良かったなと、ありがとうございます。いろいろできる援護射撃はさせてくださいという感じですかね。ありがとうございます、はい、心強いです。イエイ。間違いないです。はい、WGBR でもね引き続き、はい、マリンちゃんの曲パワープレイしていきますので、パワープレイしていきます。はい、今日かけたナンバーワンの方は、はい、今後かけちゃってもいいのかな。あ、大丈夫ですか。
WGBR のローテーションに、ローテーションの中にぶち込まさせていただいてもいいんですか。はい、A&R の方から OK いただきましたので。OK いただきました。じゃあ、あとでね、うーってのをちゃんと貼って、作りますので、よろしくお願いします。じゃあですね、ちょっとそろそろ時間の方来てしまったんですけども、終わりのところで司法渡辺がやってきましたね、という感じなんですけども、最後まだもう一曲エクスクルーシブをかけてもらえると、お、なんと、いうことは、もうこの時間までね、チェックしてたやつはマジ超ラッキーですよ。間違いない。これも初出しということで、はい、WGBR すごいですね、エクスクルーシブ率が。そうなんですよ、本当にもう20曲以上ね、みんないろんな人たちのね、エクスクルーシブをかけさせていただいて、ここでしか聞けないですね、初出しですね、素晴らしいですよ。はい、じゃあですね、最後マリンちゃんの方から曲紹介をしていただいて、今日はお別れという感じになりますけども、はい、マリンちゃん曲紹介の方お願いします。はい、では私のファーストアルバムマンジェンドからシスター WGBR。